ラグズ・トリッチズはアメリカ合衆国の競争馬。主な勝ち倉は2007年のケンタッキー・オークス、ベルモント・ステークス、同年のエクリプス賞最優秀3歳品馬。父は AP インで母はベターザン・オーナー。主戦機種はギャレット・ゴメス。両結場ということで、キーンランド・セプテンバー・セールでは190万ドルで取引された。その後、トッド・プレッチャーによって調教された。 デビュー戦は2006年6月。この時は4着。しかし半年の休養を経て2007年1月7日に、再び競馬場に戻ってきた頃には、ラグズトゥリッチズは、かなり力をつけていた。G1 競争2戦を2.5倍の一番人気に支持された、ケンタッキーオークスは、直線戦闘に立つと後続を突き放し、オクターブに4馬身1、4の差をつけて、優勝。 三歳ン馬の頂点に立った。かねてよりボバ路線に挑戦する計画があったが、ケンタッキーダービー優勝馬ストリートセンスが、ベルモントステークスを回避したことを受け、同競争への出走を決定。レースでは、プリークネスステークス優勝馬のカーリンを、頭差を抑えて勝利した。頻馬が、同競争を制したのは百二年ぶり三頭目の、快挙であり、百九十二年の優勝馬である父。 前年優勝馬の兄ジャジルに続く同競争勝利となった。その後、カゼルステークスに出走するもレース中の骨折で2着。翌年2008年に引退が発表された。引退後は、ケンタッキー州のアッシュフォードスタッドにて、繁殖品馬となった。初年度の種付け相手は、ジャイアンツ・コーズウェイ。父については、同馬の子を参照。母は、 ケンタッキー・オークス優勝馬ブラッシュウィズ・プライドの子で、本場以外の3区に、G1 ベルモント・ステークス優勝馬・ジャジル、ピーター・パン・ステークスに優勝した日本、超強馬カジノ・ドライブ、ブリーダーズ・カップ・マラソンに優勝した、マン・オブ・アイアンがいる。ありがとうございます。